皆さんこんにちは、まなみです。今日は廃盤が決定しているスックのデザイニングカラーアイズ04番綾菜デシコをご紹介していきます。ネットだと12月17日木曜日の19時50分頃の再入荷が最後で、購入するラストチャンスみたいです。で、私がこのアイシャドウを購入したデパートでは在庫限りっておっしゃっていたので、購入しようか迷っている方のご参考になればと思って急いで動画を作っております。まずスウォッチはこんな感じです。指を3往復してから腕に乗せてみました。ラメはギラギラになりすぎないくらい細かいラメが入っています。付属のチップとブラシが1本ずつ入っているので、すごく使い勝手がいいです。それでは右上のベースカラーをまぶた全体に塗っていきます。ニュアンスカラーで色はそこまで出ないので、小粒のラメでツヤっぽさを出すようなアイシャドウです。次に左下のピンクカラーをのせていきます。淡いカラーなのでパキッとしすぎず、大人なピンクメイクにぴったりなカラーです。右下の深いピンクと紫が混ざったような少しボルドー味のあるカラーをラインとして引いていきます。ナチュラルにしたい時はこれくらいで、もう少しカラー感を出したい時はブラシで取って二重幅にのせていったら可愛いと思います。左上のハイライトカラーをまぶたの真ん中にのせて指で少しぼかします。これをのせることで光がまぶたに集まって立体的な目を作ることができました。その後細いチップで右上のシャドウを取って涙袋に塗っていきました。ナチュラルなのでやりすぎ感が出なくてすごく良かったです。で、今回はナチュラル目に仕上げてみました。ほのかにピンクっていう感じです。で、まつげを上げて下地とマスカラを塗っていきます。マスカラが両方のまぶたについてしまったんですが、多めに見ていただけると嬉しいです。目を閉じたらこんな感じです。もっとピンクを濃くしたアイメイクもやりたかったのですが、とにかく売り切れるまで時間がなさそうなので、ワンパターンだけで失礼します。で、これは廃盤とかではないのですが、トーンタッチアイズも購入しました。12番の秋ホタルは何のアイシャドウに重ねても細かい多色ラメがきらめいてくれるので、すごく使いやすいなと思います。個人的にはラメが好きなので、こちらのアイシャドウはラメが細かくて派手すぎず上品だなと思いました。で、18番ももしずくも綾菜デシコのカラーと同じ系統なんですけど、母が私も使うからって言っていたので購入しました。綾菜デシコよりラメ感があるので、これと他のアイパレットと組み合わせてもとても可愛いだろうなと思います。で、私はこの撮影が終わってからこのラメを重ねたんですけど、太陽光に当たるとすごくキラキラしてくれて綺麗でした。また別の動画でご紹介できればと思います。それでは急ぎ足になってしまったんですが、最後までご覧くださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。